まあちょっと昨日まあ昨日はですね、ちょっといろいろとね、みんなもなんだあれね、ちょっとココちゃんのことでびっくりしたと思うんですけど、ルシアもなんだろうな、ルシアはまあちょっと前からまあココちゃんから聞いていて、うん、まあその時、まあ、相当なんだろうな、ルシアもすごい言葉を選んじゃうんだけど、ちょっと待って、ごめん、ルシアもなんだろうな、もうなんとかできないかなとか、なんていうのかな、力になりたいなっていっぱい思ったんだけど、であとなんかストーカーのように連絡をしてたんですけどはい、発表ってなったらまあ、なんかなくならないかなってちょっと思ってたらどこがね、まあ、昨日もちょっと連絡を しまして、はい、で、なんかちょっと昨日耐えられず、ちょっとね、またいただきストリートやろうよみたいなちょっとだるがらみをしてしまい、みんな心よく引き受けてくれて、はい、だからごめんなさい、ちょっとほんと昨日もともと聞いてたんですけど、やっぱちょっといざなんか発表をってちょっとだいぶなんか現実味が半端なくてですね、はい、ちょっともうちょっと強く強い人間になれるように頑張ります。でしょ、ごめん、うまいこと言えなくてほんとごめん、もう普通に素直な感情しか言えない、なんかいやこっ ち今はちょっとこの調子明るくとかちょっとごめん言えないわ、ごめんねじゃあはい、ちょっとココちゃんとねずっといたい、一緒に